大和市では市役所敷地内の西側広場の整備を進め、今年3月に正門、通称桜門が完成しました。今回は明るく広々と整備され、さまざまな配慮がされた新しい大和市役所の顔、桜門をご紹介します。これまで市役所には正門がありませんでした。皆さんも記憶に残っていると思いますが、一昨年の大きな台風で市役所西側の桜の木が数本倒れてしまいました。残念なことでしたが、これを機にその場所に正門の設置を計画しました。倒れた桜の木の後に設置されたことから、通称を桜門としています。桜門から入ったスペースは、地震などの災害発生時に活用するため、多目的広場としての機能を持たせています。入り口は市民の皆さんが安全に避難できるように幅を広くし、傾斜も緩やかになっています。広場内には災害時にかまどとして炊き出しができるベンチとスツールを整備、いずれも普段はベンチとして来庁時の休憩などに利用することができます。そして広場内にある4カ所のマンホールは、災害時には目隠しブースと便器を設置し、災害用のトイレとして機能します。また桜門には大和市ゆかりの世界レベルの方々の手形モニュメントを設置しました。設置した手形はノーベル化学賞受賞者の根岸英一さんや、女子サッカーで活躍中の大野忍選手、川澄奈穂美選手、上尾延恵選手、ローザンヌ国際バレーコンクールで1位になった菅井まどかさん、元女子サッカー日本代表で市職員の小野寺志保さんの6人のもの、5月9日には設置を記念した除幕式を開催しました。当日は根岸夫妻や小野寺さんらが出席し、関係者などが手形モニュメントを除幕すると、会場に集まった市民からは大きな歓声と拍手が沸き起こりました。皆さんによく聞かれるんですよね。あなたのふるさとはどこですか。そういうあのご質問を受けたときに、私がもう必ず躊躇なく答えるのがこの大和市なんです。やはりこのティーネイジャーって言いますか、まあ、12、3歳から20歳になるまでを過ごしたところ、これはどう考えても、あの私の場合はそこがふるさと、つまりこの大和市なんです。どうも今日はまた一つその帰ってくる理由が増えましたので、皆様に厚く御礼を申し上げます。どうもありがとうございました。このほか広場には大和の歴史を伝える歴史案内板を設置し、旧石器時代から現代までの歴史を紹介しています。大和市役所を訪れた際には、こうしたものもぜひご覧ください。新しく誕生した桜門、皆さんからは早速明るく広くなった、正門ができて視聴者も立派に見えるといった言葉もいただいています。